こんにちは、開講寺です。今日ご紹介するのはですね、こちらです。ビッグバズの左右分離型完全ワイヤレスイヤホンです。ビッグバズってちょっと聞いたことないんですけど、はい。こんなイヤホンを紹介していきます。トゥルーワイヤレスイヤーボーズと書いてありますね。開けていきましょう。このイヤホンは Bluetooth 5.0 に対応したイヤホンだそうです。まず開けてみて外観のチェックをして、その後スペックの詳細をご説明していきたいと思います。オープン!よっ!出ました。うわ、綺麗。色はね、赤にしてもらいました。ユーザーマニュアルがついてます。ユーザーマニュアルは日本語ですね。このイヤホンは B90 Pro という名称だそうです。イヤホン見ていきましょう。うわー、すごい。軽いです。1個 4g だそうです。外観はこんな感じです。カラーラインナップは結構あるんですけど、僕は赤を選択しました。すごいおしゃれですよね。メッキが綺麗。耳につける部分はこんな感じになってます。はい、あとはですね、充電ケース。お、結構ちっちゃいですね。以前紹介したサウンドピーツのトゥルーエンジンっていうのも今ここにありますけど、ちなみに大きさが結構違います。これサウンドピーツ、こっちがビッグバズ B90 Pro の充電ケース。結構ちっちゃいですね。ちなみに AirPods がこんな感じです。うん、やっぱ AirPods 圧倒的にちっちゃいんですけどね。まあ価格が違いますから。パカッと開けてみると、はい、こんな感じです。これ充電ケースになってますね。あ、USB の Type-C ですね。これはポイント高い。このケースに入れるっていうことですよね。マグネットでカチッとはまります。うん、カチッとはまってくれますね。お、まだ中にはいろいろ入ってますね。充電用の USB-C のケーブルと、キャリングケース。それから、はい、まあ、いろんな耳の穴のサイズがあると思うんで、それに合わせたパーツ。これだけ種類があるので、まあ、耳の大きさがいろいろ違うと思うんですけど、これを変えればちゃんとフィットさせることができるってことですね。はい、ちょっとじゃあサイトの方を見ながら特徴を説明していきたいと思います。ビッグバーズ完全ワイヤレス左右分離型イヤホン、チーワイヤレス充電にも対応してるそうです。で、このイヤホンは Bluetooth 5.0 に対応してるんですね。信じられないほどのハイファイ音楽体験、ハイファイ高音質、ノイズキャンセリング、自動ペアリング、チーワイヤレス充電、軽い、フィット感抜群、1回の充電で6時間から8時間の音楽再生が可能だそうです。ボリューム調節可能、両耳片耳とも対応、 AAC サポート。なるほど、ノイズリダクションですよね。これ多分外から音を入れてノイズキャンセリングするっていうようなものではなくて、まあノイズリダクションってことですよね。ここにはノイズキャンセリングと書いてありますけど、そういうことだと思います。 CVC8.0 ノイズリダクション技術を採用しているって書いてあるんで、この CVC8.0 ノイズリダクションっていうのがどんなものかちょっと調べてみたいと思います。 CVC8.0 ノイズリダクションについて今ちょっと調べたんですけど、あんまり詳しい情報が出てなくて、 CVC6.0 ノイズリダクション技術というのが通話用のノイズリダクション技術だそうで、この 8.0 というのも、まあその規格のパワーアップ版だと思うんですけど、ちょっとよくわかりませんでした。10mm のダイナミックスピーカーを採用して音の細部まで感じられる。どの音域でもバランスよくクリアで高音質なサウンド。なるほど。ミニチー収納ケース。この収納ケースがね、結構ちっちゃくていいと思います。そして最先端 Bluetooth 5.0 対応ですね。5.0 は安定していて音切れなし。Bluetooth 4.2 と比べてデータの送信速度が2倍で、通信範囲が4倍になってるそうです。こちらのサイトではそう歌われてます。クリアで豊かな高音質、豊かで質の高い AAC サポートしており、音の違いが分かりますと。ノイズキャンセリング技術を採用し、しっかり騒音を低減してくれます。あ、やっぱりノイズキャンセリング機能がついてるんですね。すごいな、こんなちっちゃいのにノイズキャンセリング機能がついてるそうです。ちょっと後で試してみたいと思います。1回の充電で6時間から8時間の音楽再生、これ長いですよね。以前紹介したサウンドピーツがだいたい3時間ぐらいで、 AirPods も3、4時間ぐらいだと思うんですよね。そう考えるとかなり長いと思います。ペアリングは自動で、耳のフィット感も超快適と、人間工学に基づいたデザインだそうです。ワンボタン操作、多機能をワンボタンに集中していて、ワンボタンで音楽再生、一時停止、通話開始終了、拒否もできると。あ、なるほど、ここがボタンになってるんですけど、このボタンの操作でいろいろとできるみたいですね。アフターサービスは18ヶ月保証サポートを提供。万一商品の不具合が出ると18ヶ月保証サポートしてくれるということですね。じゃあですね、ペアリングして音を聞いていきましょう。ちなみにつけてみると結構変わった形状してますよね。
こんな感じです。どうでしょう。じゃあペアリングしていきます。 Bluetooth を開くと BigBose B90 Pro と出てくるのでタップ、お、コネクティド、コネクトされました。これでもうつながってるはずなんで、ちょっと音楽聴いてみたいと思います。はい、じゃあいつもイヤホンレビューするときに聴いてる米津玄師さんの曲聴いていきます。レモン聴いてみましょう。おー、じゃあ続いてルーザー聴いてみます。うん、おー、うん、いいですね。結構いいです。音のバランスがいいです。低音から高音域まで、まあ、バランスよく出てますね。特に低音は結構ボンボンとなるような感じですね。ちょっと広がりのあるような低音だと思います。で、ボーカルとかギターのあたりの、まあ、中音域、ミッドの帯域はまあ普通にこうバランスよく出てるかなっていう感じで、で、高音域の音、ハイハットとか、なんだろうな、あとギターのジャリとかシャリンとかいう感じはすごくよく出てましたね。うん、なんか気持ちのいい音でした。ちょっとこれだけ聞いても分かんないんで、いつも聞いてる AirPods でちょっと耳の感覚が残ってるうちに聞いてみたいと思います。うん、まあ AirPods はね、本当に非常にバランス良くなってくれるんで、これ聞くと違いが分かりますね。もう一回、はい、 B90 Pro で聞いてみましょう。はい、AirPods と比べることでよりこの B90 Pro の特徴が分かりました。 B90 Pro はですね、低音域がボーンと出て広がります。で、中音域はちょっと下がってる感じで、高音域がしっかりと出てくれてる。まあどっちかといえばドンシャリとまで言わないですけど、そういった特徴があると思います。低音域がボーンと広く出て、中音域がちょっと抑えられて、高音域がしっかり出てるっていう感じの、こういう感じですかね。こういう感じ、AirPods がまあフラットだとするとそういう感じに聞こえます。特徴的にはそういう感じだから、これもやっぱり派手な感じなんですよね。先日紹介したサウンドピーツのトゥルエンジンもちょっと派手な感じの音作りだったんですけど、こちらのビッグボーズの B90 Pro も結構派手な音作りだと思います。で、まあこのサウンドピーツの先日紹介したトゥルエンジン、これは5000円ぐらいで買えるやつで、こっちのビッグボーズ B90 Pro は、まあ、8000円、9000円ぐらいするやつなんで、ちょっと価格帯違うんですけど、音の特徴としてはサウンドピーツのトゥルエンジンの方が軽快な音っていう感じですかね。まあ低音も出てるんですけど、なんかライトに聞ける感じで、すごい派手な音質なのはこっちの B90 Pro だと思います。低音もボーンと出て、で、低音域は広がりのある低音域なんで、中音域までこうマスクしてくるような感じの低音域が出てると思います。で、中音域がちょっと抑えられてて、高音がしっかり出てる、高音もしっかり出てるって感じですね。で、ですね、このサウンドピーツのトゥルエンジンは音をね、最大近くまで上げると音のバランスが少し悪くなってしまう特性があったんですけど、音量が中ぐらいとか、まあ 60%、70% ぐらいまでの時は非常に綺麗になってくれるんですけど、大きくなった時にちょっとバランスが崩れるっていう特徴があったんですが、僕が感じていたんですが、この B90 Pro に関しては音を上げても、比較的その音のバランスは破綻せずに聞けたかなっていう感じはします。まあただ音が上がれば上がるほど、より高音域も出て低音域もボンと上がって、少しボーカルが埋もれてくるかなっていう特徴があるかなと思います。もう一回聞いてみましょう。うん、音をね、上げていくと一定のところで、まあ、このサウンドピーツのトゥルエンジンもこの B90 Pro もそうなんですけど、低音域がぐーっと上がってきて一定のところで止まりますよね。で、ミドルはそのまま音を上げていくとぐーっと上がっていくんですけど、一番やっぱり目立つのが高音域で、高音域がボリューム上げていくとめっちゃ目立ってきて、ちょっとキンキンうるさくなってくるかなっていう感じはしますね。うん、まあだから派手な音に聞こえるんですけど、はい、印象としてはそんな感じでしょうか。すごいね、ガツンと音楽を聴きたいっていう時にはものすごいいいかもしれませんね。ちょっとね、違う音楽も聴いた方がいいか。どうしよう、違う音楽も聴いてみようかな。クラシックとか聴いてみましょうか。うん、今ねちょっとクラシックの曲をちょっとだけ何曲か B90 Pro と AirPods で聞いてみました。やっぱりね、この B90 Pro はものすごい派手な感じですね。高音域が強いと思います。
低音域も出てないわけじゃないんですけど、特に高音域が強いかなっていう感じで、好きな人はねドハマりするんじゃないかなと思いますね。これでねメタルとかロックとか聞くのはすごいいいと思います。それにめっちゃ向いたやつかなって、もう超ガツンと聞きたい方はこれがいいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで今日はですね、ビッグバズの新しい Bluetooth 5.0 対応のイヤホン B90 Pro をご紹介しました。またガジェットとかドローンとかバイク系の動画作っていきますので、よかったらチャンネル登録して次回の動画を見てください。さよなら。